皆さんお久しぶりです。雑草野球少年涼介です。今日も YouTube を見ていただき誠にありがとうございます。 YouTube の投稿久々なんで、まあ懐かしい人もいると思いますけど、今日はご報告があってこちらの YouTube を撮らせていただきました。私、雑草野球少年涼介こと高見涼介は愛媛マンダリーパイレーツの野球を最後に現役を引退させていただくことになりました。まあ、この現役引退っていうのは NPB を目指す上で一つの区切りをつける引退になります。本当にこの1年、まあいろいろ経験させていただいて、交流戦を含め10試合程度投げさせていただいたんですけど、本当にすごいいい経験をさせていただきました。まあその上で、まあ、NPB を目指して、もうできないな、もう NPB を目指す野球をやめようと思った理由としましては、NPB 選手や、まあ、ドラフト候補選手、まあ、今年のドラフト候補選手がいるんですけど、との、まあ、自分との、実力の、まあ、距離であったり、まあ、今年、まあ、最後ら辺は本当に怪我で泣いたので、まあ、その怪我のこともありまして、今年でも来年やろうかやらまいか考えた時に、まあ、今年で終わろうかと思って引退を決意しました。まあ、本当にね、これまで視聴者の方々やファンの方々、スポンサーの方々のおかげでここまで野球が、できたと思いますので、本当にありがとうございました。まあ、野球はねこれから先もしっかりと続けていきたいと思ってますし、この雑草野球少年涼介というチャンネルはね続けていきたいと思ってますので、ぜひね練習であったりそういう動画も上げていきたいと思ってますので、これからもね雑草野球少年涼介をよろしくお願いします。